一式正照は室町時代の武将。以下の記述は一式持ち藩の子である一式七郎聖将と三河国で活躍した一式七郎を同一人物と考えるが、同時期に京都で将軍近所として使いながら地方で守護大を務めるのは考えにくいとして同じ通称の別人とする見方もある。これに従えば三河で活躍した一色七郎は警府。慶 実名不明の一式氏一族となる。一式正サが退院した邸宅、一式屋敷の後、聖将の没後に建てられた、法憧れ寺も、廃寺となり、王子を忍ばせるものは何もない、長江寺にある、一式正サの墓元福寺には八大将軍、足利義政より返帰を受け聖将を名乗る。一式のリミツから吉綱まで四代六十年の間、一式氏が、 守護職を務めてきた三河国は、六代将軍、足利義則による義蔵の駐殺後、守護職を細川氏に奪われ、一式氏は、その奪還を悲願としていた。国人も長年の支配により一式氏の悲観となった、ものが多く、細川持常が守護となった、直後の下吉元年秋、土一期により守護代が追放される事件が起こっている。 吉面の客難義直は家督を継ぐと、丹後国に加え伊勢国半国の守護職を手に入れ、さらに三河、厚見軍を奪い返し、三河文軍守護となった。吉直のいとこだった、聖将は、その厚見軍へ、文軍守護大として入部、田原を拠点としたという。長六四年八月、厚見軍は赤羽里の浜に遭難船が流れ着いたが、聖将は、 船の積み荷を略奪しようと手勢を引いて向かった。当時、赤羽年号は小国寺達中六音院の領地でその役所も存在したが、聖書の手勢は役所に放火、散々に乱暴をした上、積み荷を奪い引き上げた。六音院の訴えでこの事件は幕府でも問題になったが、聖書は幕府からの積み荷返還命令を無視したため、幕府は命令の履行を再度命じている。 応仁元年、応仁の乱が起こると、聖将は、厚見軍の軍勢を率いて上落し、聖軍に属して戦った。しかし、一式軍の留守中、厚見軍には東軍である伊勢市悲観の戸田宗光が、進出、一帯を抑えてしまった。文明9年頃に、聖将は、田原に帰還するが、戸田氏の勢いを見て争わず和解の道を選ぶ。宗光を有志分とし、 大草村に新たに邸宅を構え退院。文明13年4月1日病死した。聖書の没後、大草村の邸宅は胸密によって、法憧れ寺が建立され、境内に聖書の墓が建てられた。法憧れ寺が昭和29年に廃寺となった後も聖書の墓は残されたが、区画整理のため昭和40年に戸田市の母大寺である。 長工事に改装された。河村正一、南北町、室町木一色市の権力構造 P45、66、121。影、鈴県日六町六四年8月17日上。影、鈴県日六町六四年9月2日上。広報多、原ナン、no. バー 684? 市民の広場、広報サポーターズだより大草の歴史と文化を学ぶ。会。 田原市、P2、2016年5月4日閲覧。ら田原町市1971、P467 から468。ありがとうございます。